やっほー、こんばんは。今日は金曜日ですか？金曜日。皆さん昨日のみおちライブの感想ありがとうございます。ありがとうございます、うん、こんばんは。あ、そあれ、あ、そっか、今日の申し込み12時でもうとあれか、当落も出てるんですね。ありがとうございます。そっか、その日に出るんか、めっちゃ早いな。考えていこう。ナングラー配信なんですけど、あ、自己紹介しとこう。皆さんこんばんは、 NMB48 チーム B2 研究生、じゃあチーム B2 8期研究生のみおちこと松野みおです。よろしくお願いします。はい、ナングラの配信をしていこうと思うんですけど、どう？写真で一言、写真で一言。4つ写真があって、1234、どれでもいいんですかね。皆さんどうやって見てもらえばいいんやろ。ショールームの、あ、私がリツイートとかしとけばよかった。ちょっとこっちからできるかな。少々お待ちを。私がやった方が分かりやすいですよね。ちょっと待ってね。これで、みおち、なんか iPad のアンダーバーって打ちにくい。どこからやればいいんや。日本語に戻らへん。アンダーバー、最初からになった。そう、ちょっと待ってくださいね。ちょっと写真をさ、アンダーバー、はい、で、よし、OK で、少々お待ちください。少々お待ちくださいね。これでリツイートしたらいいですか。どうしたら見れる。リツイートでいいか。どうしよう。リツイートしました。これで私のツイートのとこから見れますか。お、いけたいけた。リツイートしました。これで見れるかな。はい、私がリツイートした投稿の4つの中から選ぶんですよね、これ。
どうしよっかな。何がどれがいいですかね。作りやすいやつがいい。こんばんは。どの写真がいいかな。でも2番可愛くないですか。めっちゃ丸2番。一言ですよね。夏に関する写真を1枚選んで一言。1番2番3番。どれがいいかな。人気は 4? そうなんや。スイカですかこれ。スイカ、スイカマン。一個ずつふわっと考えていって良さそうなやつにしよっかな。どうしよう。パッて思いつくのがあればいいんですけどね。ちょっとマジでここが出てくる。1番、これは何ですか。家で、家の中で海水浴みたいな。2番はこれは空ですかね。海か。犬、いや可愛いけど難しいな。3番はパイナップル、パイナップル DJ。 これはラジオみたい。4番はスイカマン。むずー。どうしよう。でも3番思いつきそうやな。3番なんやろ。パイナップル。でも一言ですよね。一言むずいな。でも3番やったらさ、なんか喋ってるようにできるから、一言考えやすそう。1番、雨漏り防いでます。へへへって。私ですか。へへへ。雨漏り、あーなるほどね。この傘みたいなやつがか。この奥の水色なんやろ。地球儀。なんか変な写真。面白い写真やな。どうしよう。1か3が考えそうじゃない。だって2はただ可愛いだけやん。悪口じゃないですよ。2はただ可愛い犬なだけじゃない。どうしよう。1か3にしよう。どっちがいいですか。 3考えやすそうですよね。これはヘッドホンとマイクとパイナップル。シンプルやから分かりやすい。じゃあ3番にします。3番パイナップル。パイナップルのやつにします。パイナップルを美味しく食べる方法。面白い。本人に聞くんかいみたいな。でもパイナップルが喋ってる風になっちゃいません。どうしよう。なんとかなんですよねみたいな。パイナップルが喋ってる風の一言にします。むず。どうしよう。なんでヘッドホンしてるんやろ。なんか ラジオ DJ っぽくないですか。この線付きの有線のヘッドホン。パーソナリティみたいな。後頭部なんですけど、おもろすぎる。いいやん。後頭部、確かに。後頭部なんちゃうんこれ。なんか葉っぱの色が緑じゃない。なんか後ろみたいな色してる。葉っぱの部分が今流行りの髪型です。パイナップルヘア。でもパイナップルヘア
あ、ここの話か、ここの、ここがパイナップルか。むず。これなんなん、インタビューされてるんですかね。後頭部なんですけど、めっちゃ面白いかもしれん。確かに口ない。わし耳も口もないですけどね。確かに。面白。3番なんかいいのありますか。パイナップル。今の暫定1位は後頭部なんですけどですね。宇野のしかさん、後頭部なんですけど、こっち顔じゃないです、口こっちじゃないですみたいな。確かにこれ裏っぽいな、逆っぽいな。この後ろ姿誰だ。丸見えですよね、パイナップル。なんかいいマイクやな、これカラオケみたいなマイクやな。マイクに目がいく。見当て的にはどう。なんやろ。なんかもう後頭部なんですけどしか頭に残らへんな。後頭部なんですけど、今から食べられるわしの気持ちを考えてよ。確かに確かに。てか、なんで耳ないのに音楽聴いてるんですかね。むず。わあ、大喜利配信みたいな。大喜利ではないか。大喜利ですかこれ。大喜利配信。大喜利力鍛えたいねんな。後頭部なんですけどが一番いい。どう思いますか。めっちゃ面白くない。パイナップルに見えるでしょ。ドリアンなんですよ。ドリアンってどんなんやっけ、調べよう。でも似てますよね。もうちょっと色濃い、なんか緑っぽいですか。ドリアン、あーなるほど、茶色っぽいんか。こう見えて女なんです、ネイルしてるから。あ、そういうこと？これ自分で持ってるんですか、パイナップルさんが。インタビューされてるんかと思った。確かにネイルは目立ちますね。ミューティムくん3番が多い、ね、あ、3番で行くって言った。そう、でも別に絞らんでもいいのか。1番も聞いてみようかな。1番も考えますか。アヒルがいる。アヒル？アヒル。聴いてる曲はもちろんドリアンショーね。ああ。あ、でもパイン、そっか。ドリアンじゃないのか、これ。これもしドリアンやったら、ちょっと今ドリアン少年聴いてるから、話しかけないでくださいとかよかったけど。でもパイナップルやもんな。パイナップルの曲とかないですよね。話しかけないでください。ちょっと面白かったんやけどな。1番なんかありますか。1か3がいいなと思ってて。こんばんは、まやさん、こんばんは。ドリアンじゃないんだな。ドリアンやったら面白かったけど。フラミンゴもいる。アヒルとフラミンゴと浮き輪とビーチボールとサングラスと、これ何ですか。てか踊ってるんや、これ。このパラソルは置いてあるんか。踊ってますね、歌ってますね。
何歌ってるんやろ。ママいつになったら海行くの面白い。確かに海行けへんから家の中で海気分みたいな。屋根つけるの忘れてた。へへへ。なんでみんなへへへつけんねん。へへへ。なんでキャメロンってわかったん？え、似てるかも。誰が実写版セサミストリートのバードや。似てるかもしれへん。あ、金魚ありがとうございます。金魚グラビア撮影言われてきたんやけど。なんでどっちやろ。1番ですか2番。じゃあ兄ちゃんは3?1か。セサミストリート渚で一番可愛いガール。ああ面白いけど、渚でもないしガールでもない。コロナ禍の海水浴ね、さっきも誰か言ってたかも。ハッハッハって感じ表示やけど、へーへーって読みよっちゃうらしい。みんなへーへーつけるやん。フラミンゴから傘生えとるで。確かに、なんでみんなへーへーつけんの。この VR めっちゃええやん。確かに、なんか VR ゴーグルみたいな。なんですかね、なんか渚で一番可愛いがある。面白かった。グラビア撮影花火ありがとうございます。花火むずくない、大喜利って。いやー、こういうの渚さんやったら一発で出てくんねやろな。いいなー。4はスイカベイビーかな。あー、スイカベイビー。なんでこんな無限にスイカあんの。しかも1個だけ割る。いや、スイカから生まれたスイカ太郎ってこと。かなさんルームフォローしました、ありがとうございます。初見さんこんばんは、ありがとうございます。うん、 NMB の熊田ありがとうございます。めっちゃむずない。めっちゃむずいな。考えれば考えるほどパッと思いついたやつの方がいいですよね。スイカベイビー、ノットイエットさんの曲も歌いたいな。3番難しい。ものなんて映ってるもの少ないもんな。じゃあちょっとさっきのさ3番で宇野のしかさんの後頭部なんですけどでいかがですか。めっちゃいい、めっちゃ好き。後頭部なんですけど。あ、でもさ、ヘッドホンしてるから何も聞こえへんみたいな。思いません？音楽流れてたら聞こえへんよな。めっちゃ真面目に考えるっていう。1番、牢獄から逃げてきました。それにしては愉快やな。
ワイのドーナツどこ行った、へーみんなへーってつけるやん。へへへじゃないですよ。このおじさんは私じゃないです。へへへ。すごい、これなんて言うんやろ、キラキラ花火ですか、星からなんか出てる。やばい、お腹が減ってきた。 DJ パイナップルね、なんかラジオっぽいですよね。これなんなんやろな、これ星。うん、おつろみよ、へへへ、みんなへへやん。パイナップルじゃなくてパイナポーです。パイナポー、むずくない？めっちゃむずいな、どうしよう。確かに4考えやすいかもな、2少なそう。間違えた。ロミオ、こんばんは。ぐっさん、桜商店さんドリアンおじちゃん、こんばんは、こんばんは。むず、輪切りにしたら音楽聞きますよ。どういうこと、輪切りにしたら音楽、輪切り？パイナップルを？4番へへへって。適当って思われそう。まあ、へへへみたいな顔してるけど、諸事情により音声が出せません。でも見てますよ、ありがとうございます、ありがとうございます。4番、この髪型流行ってるんでしょ、へへ。これ髪型ってこれかぶってるんじゃん。これ何ですか、ヘルメットか、スイカヘルメット。すごい、この撮影した人楽しそう。スイカの何ですか、かぶってる。とりあえずへへね、みんなへへ乱用しすぎやろ。へへへへへ。え、じゃあ私はやっぱピンときたんですよ、後頭部なんですけど、がそれにしよっかな。まあ耳、お、金魚、ありがとうございます。金魚、金魚ちゃうわ。音楽聴いてるんやったら、後頭部やったら聞こえへんやんっていうのは置いといて、イトキンさんレッスンありがとう、グッジョブ。リクホさん、あとサカタンおしさん、ミョウチカオイありがとうございます。ソケンさんありがとうございます、ヤッホーありがとうございます。おもちマカロンさん、へっへっへ、姉ちゃん後ろに乗りな、え、かわいい、確かにそんな表情ですね。てかみんなサングラスつけてるやん。夏休みの宿題パイナップルにつないだら音楽流れるけど、どういうこと。夏休みの宿題パイナップルにつなぐ。るんちゃんさん、こんばんは、こんばんは。4番出川です、充電させてください。出川さん確かに似てるかも。このスイカのかぶり物売ってんのすごいな。スイカベイビーが頭から離れません。
離れません？充電ネタはさくらちゃん使ってるね。どっちのさくらちゃんやろ。充電はもう松坂がやってしまう。松坂かなんか言ってたな。なんか言ってたな。りこほさん、みおちちゃんと全部コメント拾うのすごすぎる。みおち推し幸せやろなってめっちゃ思って見てた。ありがとうございます。ありがとうございます。サクパンちゃん、サクパンちゃん呼び、サクパンちゃん、みんなのやつ見てみようかな。どうやって見たら。松岡さくらさんいました。どこだ。ほんまや、バイク充電させてもらって、バイク。いいですね。他誰がやってたっけ。やよやってたっけ。やよはやってないかな。誰のやつ見たんやっけ。あ、ほのや、ほのほのほの池さん。吸気扇の固定部屋これらしいよ。これか、スイカね。固定部屋ってかもう髪の毛ないけどな。髪の毛ないけどな。しかも番組を知らないのに選んだらしい。サク分かってないってこと。いいですね。後頭部なんですけどって分かるかな、伝わりますか。そこ後頭部なんですけど、そこそこ口じゃないんですけど、なんかいいのないかな。そこ私口ないんですけど、でもそれやったらどうやって喋んのってなるか。そこ耳じゃないし、ここ口じゃないんですけどみたいな。むずい、めっちゃむずい、むず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 。後頭部なんですけどが一番面白いかな。主演男優賞パイナポーさん、この喜びを一番誰に伝えたいですか。インタビュー側、インタビュアーさん側のセリフね。後頭部なんですけどしか、それにします、それにしよう。めっちゃそれが一番しっくりきた。後頭部なんですけど、結構最初の方のコメントですね。宇野のしかさんの後頭部なんですけど丸にします。イエーイ。やっぱビビッときたやつが面白いかった。イエーイ。後頭部なんですけど、パチパチパチ、後頭部なんですけど。でもよくよく考えれば音楽聴いてるからなんで聞こえんねんって話なんですけど、後頭部なんですけどにしよう。イエーイ、ありがとうございました。いいですね、みんなの回答が気になる。いいね、大喜利力鍛えていこう。いいね、いいね。はい、ということで私は、3番の写真で、何やっけ、後頭部なんですけど丸にしたいと思います。ありがとうございました。いろんな案、高級ドライヤー狙えそうかな。
今回高級ドライヤーなんですか？知らんかった。大喜利脳になりたいね。大喜利頭賢くないと無理ですよね。おめでとうございました。パチパチパチ。ヘッドホンは何やろ、コンセントが外れちゃうってことで。確かにそうしよう。ありがとうございました。さっき和田さんがちらっと言ってました。あ、そうなんや。みゆさんパチパチありがとうございました。皆さん、お話し会の支払いが明日までってさっきコメントがあったんで、明日の何時か分からんけど明日までらしいので、23時59分かな、お忘れなくということで、皆さんに会えるのを楽しみにしてます。でも10月か、あと1ヶ月ぐらいありますね。その前にライブがある。はい、お、ありがとうございます。もちろん済みました。楽しみだ。21時36分はい、ではそろそろ終わりたいと思います。後でツイートします。ありがとうございます。リアルお話し会申し込んでありがとうございます。そうですね、リアルとオンラインがあるので楽しみにしてます。イエーイ。ではランキング読みます。13位しげやんさん、12位ひでさん、11位ひげまじんさん、10位みやけちゃん、9位マスオさん、8位ジュニアさん、7位タツオジさん、6位ギリギリさん、5位サラさん、4位にゃんころさん、3位イトキンさん、2位レム太郎さん、1位マヤさん、ありがとうございました。ありがとうございました皆さん。今日は金曜日なのでゆっくり休んでください。明日メイクダイアリーの更新をしますので待っててください。明日土曜日、今月から水道に投稿します。はい、ではでは皆さんありがとうございました。